はい、こんにちは。今回は世界王者ながら負けが非常に多いボクサーを紹介いたします。日本人で3名、海外から2名紹介いたしますので、最後までご視聴ください。1973年9月にガッツ石松さんは、石の拳ロベルト・デュランの持つ WBA 世界ライト級タイトルに挑戦しました。負け数の多いガッツさんはすでに10敗していましたが、前の年に東洋太平洋王者の門田選手に勝ち、そのベルトを防衛し、デュランへの挑戦となったのでした。なんとか予定通り10ラウンドまでこぎつけましたが、試合は10ラウンドで終わります。石松さん、3度目ですね。3度目さあ、どんな気持ちですか？やるだけ勝ちます、はい、頼みます。お願いします。はい、王者ゴンザレスの戦績は57勝5敗と紹介され、下馬評では圧倒的不利でした。しかしデュランと戦ったガッツさんは敗れたものの、相当自信をつけて WBC 世界王者のゴンザレスに挑みました。ガッツさんは軽快なフットワークを使い、相手のパンチを外す技術も披露します。そして防御から一転攻撃に転じます。永遠のチャンピオン大場選手が尊敬し慕っていたのが小林宏選手です。小林選手は10敗しましたが、負けるたびに技術を磨いたボクサーで雑草と呼ばれていました。小林選手は59戦目で世界タイトルに挑戦しましたが、世界王者は精密機械と呼ばれていた沼田選手でした。小林選手は打たせずに打つボクシングやクロスカウンターを得意とするようになりますが、その技術を得得するまで経験が必要でした。一進一退で迎えた第6ラウンドに雑草が精密機械からダウンを奪います。そして終盤の12ラウンドに初の日本人同士の世界戦に終止符が打たれます。世界王者になった3年後には WBA 世界フェザー級王者西条選手との世界王者同士の夢の対決が実現しました。
西条選手はスピードと手数で上回りますが、小林選手はテクニックと試合運びに長けており、試合は非常にレベルの高い展開で終始しました。お互い防御の技術が高いため、決定打が出ないまま試合は判定決着となりました。1972年3月に花形選手は大場選手の持つ世界王者のタイトルに挑戦しますが、この試合は花形選手の3度目の世界挑戦になるのです。花形選手は16歳の時にデビューし、すでに8年52戦のキャリアを誇っております。両雄は3年半前に戦っており、この時は花形選手が判定で勝利しました。因縁の対決ということで、試合前からお互いに闘志を燃やしたこともあり、この一戦は日本中から注目され、テレビでの視聴率は 27.3% を記録したのです。161センチの花形選手は速い踏み込みで距離を潰し、左フックを中心に連打を力強く振るエネルギッシュなボクシングスタイルを敢行します。大場選手に敗れた花形選手は、この試合から2年後のキャリア62戦目に世界王者チャチャイを兼用で破って世界王者に戴冠するのです。ビクトル・ラバナレスはキャリアが浅い頃に3連敗を2度経験し、負け数が積み重なりました。しかし44戦目で WBC 世界バンタム級暫定王座を獲得し、辰吉選手と統一戦を行ったのです。ラバナレフの技術はあまり高くはないのですが、メキシコのジャングル奥地に住む先住民族ラカンドン族の持つ強靭な体とスタミナを持ち、数々の試合を打ち勝ってきたのです。日本では3度試合を行い、2勝1敗の成績を残しました。1982年にプロデビューしたファンポロ・ペレスは、1989年に IBF 世界スーパーフライ級タイトルを奪取しました。世界王者になった時は27勝5敗と負け数はまだ少なかったのですが、キャリア晩年には8連敗、15連敗して負け数が勝ち数と同じ数になり引退したのです。ペレスは元世界王者という肩書きがあるので、ホープの踏み台にされたことも多かったのです。ペレスはナジム・ハメドが21歳の時に対戦しました。他にもナナ・コナドゥ、マヌエル・メディナ、ウィルフレッド・バスケスとも対戦しました。
ペレスの晩年2000年から2007年までの戦績は2勝25敗1引き分けと圧倒的に黒星が多かったのです。